ちょっと気合い入れていきたいと思います。負けないように、うん、はい、まあな、渡部さんのためやからな。そういうことです、うん、はい、相談乗りたいと思います。ちょっと一発あの入って、はい、まあ挨拶するやん、はい、おはようございます言って、はい、で顔見てちょっと第一声はあっちが何言ってくるか一回待とうか。飲むからない、まあ、ちょっと構えてあっちが何を言ってくるか、それによっていろいろ変わってくるから。空気重なるて。いやだ、あっちがどうしたのみたいな、なんか軽い感じできたら、はい、一回退出してもいいぐらい。うん、そう、今自分の置かれてる状況が多分その第一声で分かると思うから、うん、ちょっと一回何を言うか、ノブ君かもしれんし。まあ一回ちょっとこればっかりは分からんから。はい、え、あの人受刑者なんですか。いや、まあまあまあ芸能界で言えばな、芸能界の受刑者なんだ。だからちょっと、はい、お前もおはようございますは言うけど、ちょっと一回下げすんだ目できる。それぐらいで相手を見てもいいかもしれない。結構な表情ですよ。これでいきましょう。これでいきましょう。さあ準備よろしいでしょうか。はい、はい、それではノブさん中にお入りください。よし、相手がお前が入った瞬間立つか立たんかもちょっとあれやな。はい、失礼します。よし、立ったな。ちょっと一回出よう、ちょっと一回出よう、わしちょっとちょっとちょっと無理か、ごめん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 、わし無理かもしれん。俺も無理かもしれん。むちゃくちゃ綺麗な目してた。あの事件の3日後ぐらいの顔してるやん、まだ。めちゃくちゃ反省してるもん。めちゃくちゃ、まだむちゃくちゃ反省してるもん。 2,3 年経ったよな、あれから。はい、止まってるんだ、あの人の中で。すごい、ちょっとすごい顔してたよ。立つスピードが卒業式のリハーサルやったもん。立ったな、やっぱり立つスピードが、はい、立ってノブに、だいぶ後輩のノブに頭下げてたな。ちょっとごめんごめん、ほんまあかんわ。ちょっと普通の顔でいきます。そうやな、ちょっと、はい、うん、気持ち切り替えてノブさん、はい、よろしくお願いします、はい、それでは再度中へお入りください。はい、はい、失礼します。はい、はいがもうおもろい。めっちゃノブの方見て、よろしくです、よろしくです。噛んだ、噛んだ。お久しぶりです。ご無沙汰します。今日はありがとうございます。いや、座ろう。もう、あ、どうぞ。何年ですか。3年。いや、ちょっと俺も覚えてないというか。俺いやいや、自分も、はい、多分、はい、渡部さんと最後お会いしたのは2年半ぐらい前の行列の、僕と大吾が行って、うん、なんか初登場で、まあ、結構滑った感じになったんです俺らが。ほう、そうしたら楽屋帰ったところでトイレの前とかで渡部さんお会いして、うん、いや全然面白かったでみたいな、うん、また一緒にやろうなみたいなのを言ってくださったのが最後でした。はあ、そう、いや、いや、ちょっとそう、何年分ぐらいの記憶ないんですか。あ、もうあんま覚えてないというか。そう、何年分ぐらいの記憶ないんですか。いやいや、まあ、その本当は2年今休んで、うん、その前ぐらい覚えてるのかなと思ったけど、確かにあんまりその3年4年前のことも、確かにそう言われるとあんまり、まあまあその近辺のね、はい、それ私服ですか。それ私服ですか。あ、これは、いや、一応衣装、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 まあその、いや、まあ、何のためのおしゃれ。すいません、何のためのおしゃれ。まあ、そうそうですね、なんかあんまりね、私服で出るのっていうのが手間、気を使って用意してくれたというか。靴ちょっといいですか。靴ちょっといいですか。靴、ナイキ2枚重ね。ナイキのタン2枚重ね。いや、まあ、重ねるの早ない、重ねるの早ない。
僕見たことないんですよ、反省してる人が靴のタン2枚重ねてる人。いやこれもなんか言い訳になっちゃうんだけど、今日一応なんか 2足用意していただいてたんだけど、はいはい、両方このタイプちょっともう一足ありますの、もう一足ありますか。もう一足多分今スタジストが、あとじゃあシャツも渡された時に、その上の紫がシャツもね渡された時に、なんかパッと見て、あこれは黒チェックシャツはいいんですけど、黒チェックシャツはなんかこう、まあ、反省した復帰戦にいいけど、肩のとこの紫断れなかったですか。これ断れないな。ちょっと自分で一回触ってみ、ちょっと触ってください。そこ渡部の肩にそれが乗ってるってこと、今の渡部の肩にそれが乗ってることをどう感じますか。それはもういや本当申し訳ないなって気持ちには、いや申し訳ない、いや渡部さんそれなんです、それなんです、申し訳ないことないんです。ないですよ、今冗談で言っただけですよ。本当に渡部さんにはこれから立ってください笑かしてほしいのが大多数ですから、ちょっと立ってください。下スポーティー、下スポーティー下スポーティー、まだ走るの早いっすよ、まだ走るの早いっすよ。いや走るつもりは別に、走るつもりでこれ履いたわけじゃなくて、こうあちょっともう一足の靴が来た、ちょっと確認させてもらっていいですか。はいはい、これがなド派手やったらこれとえらいえらい、これえらいえらいですね。えらいな、正解です。ああ ちゃんと分かってます。せめてものと思って、ちゃんと分かってます。はい、正解です、はい。それはもう本当に言い訳ではなくて、これはさすがにと、まあこの二枚がさね、全色ナイキで一番派手な靴じゃん。はい。二枚重ねの中ではっていう。ナイキの境でこれ一番派手なやつですね。はい、これも持ってきたスタイリストがいるんですか。そのスタイリストは直ちに切ってください。まずはそのスタイリストをクビにしてください復帰戦のバラエティ一発目にこの靴は違います。もし今日こっちを履いてたらもう終わってましたよ。あなたの芸能界はこれで終わってたでも回避しました。これでよかったです、はい、いや僕ハンバーガー好きなんですけど、なんかおすすめのハンバーガーとかないですか。そうなんですよ、聞きたいなと思ってたのが、僕ハンバーガー好きで結構いろいろ行くんですけど、なんか渡部さん的に好きなハンバーガーとかおすすめのおすすめのバーガーってあります。チャンスの時間、フルで見られるのはアベマだけらしいな。プレミア会員な、今まで配信してきたチャンスの時間の名作を見られるらしいね。見られたくないけどね。この動画の続きはここをクリック。